交代をお知らせいたします。ピッチャー島本に代わりまして高橋明文、9番ピッチャー高橋、背番号41。背番号41がマウンドに上がりました。ここで高橋明文投手最後のマウンドに上がりました。これからゆっくりと投球練習を始めます。中日ドラゴンズそして阪神タイガース2球団にわたって18年、タイガースには15年のオフにフリーエージェントでやってまいりました。先日9月25日球団事務所で現役引退会見、まあ、本人も結構辞めてどうなるかというところで苦しんだそうですが、辞めると決めてからは非常に楽になったというふうに話しておりました。左肩の不安もあって一軍登板は今シーズンはありませんでした。で、今日も含めて全てがこの高橋投手通算これ532試合目になるんですがリリーフ登板ということなんですね。ただそれについても彼は僕は荒れたマウンドの方がいいと笑顔を交えながら話をしておりました。中日でも6年間一緒にプレーした福留が、まあ、この会見の時には花束をプレゼントしにサプライズで訪れたという場面がありました。高橋明文ありがとう、そしてお疲れ様でした。福留の表情も何かこう迫ってくるのがありそうな、そうですね、はい、矢野監督自ら行って、そしてあレフトのところで今福留が花束を持って走り寄ってきます。投手交代ともども、あ高橋投手待ってください、花束が届きます。高橋投手まだ気がついてません。今気がつきました。中日ドラゴンズでも6年間同僚だった福留選手から花束が贈られます。そしてローをねぎらう言葉がかけられました。そしてドラゴンズのベンチの中からも今日防御率1位を獲得した大野投手から花束が用意されました。参加と大野ぐらい投手敬意を込めた挨拶、両チームのラインから大きな拍手、360度高橋明文コールです。今日は結構あの名古屋からもね、はい、大切な人たちが呼んでるみたいですよね。あそうですか、はい、そうですね、登板機会あって本当に良かったですね。良かったですね、はい、いやこうやってちゃんときっちりとエールを送って送り出してあげられるというのはね、はい、非常に喜ばしいことです。そうですね、ピッチャー岩崎、背番号60。